はい、次、日経新聞、量子計算機。ね、Google がね、まあ、量子計算というのは、まあ、ちょっと前からね、これが実用化されたら、とんでもない世界が訪れるというのはよく言われてました。はい。で、これ、すごい、スーパーコンピューターの10億倍ですよ。日本はね、あまりこの量子計算にね、あんまり、加わってないんだよな。やっぱり民主党あたりからね、2じゃダメなんですかみたいなね、連邦さんが言ってましたけども、いやいや、もう今もう世界はもうスーパーコンピューターの時代じゃないんだよね。量子計算ですからね。まあちょっと、まあ、仮想通貨終了っていうね、ことをおっしゃって、あ、だからうちほら、クローズドにしたっていうのもね、これもありますよ。やっぱオープンネットワークですとね、暗号解読されたら、それはおかしなことになりますからね。そうなんですよ。ビットコインなんかどこ行っちゃうかわかりませんからね。はい、読んでいきましょう。量子計算、世界が来そう。まあ、とはいえ、これ実用化されるまでは10年以上かかりますからね。はい、いきます。現在のスーパーコンピューターの10億倍もの性能を持つ次世代コンピューターの登場が現実味を帯びてきた。 Google が現在のスパコンでは困難な問題を簡単に解ける量子コンピューターの開発に目処をつけたためで、産業や金融から軍事までその形を一変させる可能性を秘める。実用化にはまだ20年から30年、あー10年どころじゃないわ、20年から30年、まあ頑張れば早まるかもしれませんけどねかかりそうだが、 AI と組み合わせて影響は世界に及ぶ。開発に向けた攻防は国家の覇権を左右する。そりゃそうでしょう。スーパーコンピューターの15億倍ですからね。スーパーコンピューターそれ15億個並べてちょうど同じ処理速度っていうね。いやーちょっとよくわかんないですね。まあアメリカってすごいなと思うのは、中国がね 4G の次 5G だとか言ってる時に、アメリカはさらにその先量子計算機とかぶっこんできますからね。これはこれでまたアメリカの底力をねまた感じましたけども、まあただここに日本が食らいついていってないというのはね、ちょっとがっかりしますけどね。まあちょっと中身読んでいきましょう。はい、 Google は24日に会見を開き、成果の内容を発表した。今回最先端のスパコンで約1万年かかる乱数を作る問題を量子コンピューターがわずか3分20秒で解いた。すごいね。スーパーコンピューターで1万年かかる問題を3分で解くんだから。いやー、どんな化け物なんだって話ですけどね。はい、計算性能は約15億倍になり、研究グループはコンピューターの開発史において1903年のライト兄弟の有人飛行に匹敵する意味を持つと意義を強調した。この量子コンピューターは Google が2014年に研究室ごと自社の研究所に取り込んだアメリカカリフォルニア大学のジョン・マルティニス教授をリーダーとするグループが開発した。すごいですね。 Google が大学の研究室ごと買っちゃうんだからね。研究室を買うっていう発想ちょっとすごいですよね。これまでにも量子コンピューターは AI の計算や金融リスクの予測、科学実験など幅広い分野でスパコンを上回る性能を持つと考えられてきた。実際に証明した例はなく、 Google が初めてになる。まあ理論的な話はねこれまであったんですけど、本当に作ってやってみせたんだからすごいよねコンピューターの性能は半導体の微細加工の進展で上昇し続けている。集積度が1年半で2倍になるムーアの法則のおかげで、現在のスマートフォンはかつてのスーパーコンピューターの性能に匹敵する。それでも計算の基本原理は1946年に登場した初めての電子式コンピューターエニアック以来変わっていない。量子コンピューターはこの部分で大きな変革がある。データを一つずつ順番に処理するのではなく、同時に一気に処理できる。量子力学という物理学の法則から生まれた画期的な計算手法。AI 分野へのインパクトは大きい。現在話題になっている深層学習、ディープラーニングのことですね。は、膨大なデータ処理が前提になっている。量子コンピューターで計算能力が
ませば AI の活躍の場は一気に広がり、政治や教育、経済などの変化が加速する。将来の競争優位に関わる可能性が高く、アメリカや中国、欧州などは国地域を挙げて量子コンピューターを核とする電子情報技術の研究開発に力を入れる。アメリカは18年に量子情報科学の国家戦略を策定し、毎年約2億ドル約218億円の予算を投じる。 IBM やマイクロソフトなども同戦略に加わり、重点テーマに掲げている。中国も科学技術イノベーション5カ年計画の中に量子コンピューターの開発を重大プロジェクトとして位置づけた。アリババ集団が15年、中国科学院に量子計算実験室を設置するなど、大手 IT 企業も相次いでこの分野の研究に進出している。日本は遅れてんだよっていうか、途中でやめちゃったんだからね。こういうところくらいついていかなきゃダメだよな。アメリカがほら、政府がね、毎年予算つけてるって、わずか218億でしょ。まあ日本のこの国力からしたら毎年200億円の予算ぐらい大したことないでしょ。出しなさいよそのぐらい。ねえ、これ何兆円かかるって言われたらあれですけど、毎年200億よ。それでアメリカと並んだんだからさ、このチャンスをなんでミスミスね、逃したのかね。日本ってそういうところがどんくさいのよ。日本ではかつて NEC が量子コンピューターの基本的な、粒子、素子を世界で初めて開発するなど、基礎研究では活躍していた。はい、日本がリードしていた時代もあったんだよな。2000年前後から企業が基礎研究を断念し、支えてやれよ国が量子コンピューターの分野でも海外勢に比べ出遅れた感が強い。その大きな要因は実用的な装置の開発が難しい点にある。だからさ、民主党政権で2位じゃダメですかなんて言ってる場合じゃないんだよ。ねえ、どんなのよ。ほんと悔しいわね。 Google は、これはいいや、はい。はい、課題もありそうだ。量子コンピューターの技術が進めば、インターネットの安全性の基盤になっている暗号が解読されてしまう懸念ももたらす。24日の金融市場では、仮想通貨の価格が急落した。そりゃそうよ。これ量子コンピューターが実用化されたらね、ブロックチェーンなんか、ビットコインなんかすぐね、破られるっていう話ですからね。はい。だから絶対破られないめちゃくちゃ難しい暗号をね、そのノードが、解いて、それで最初に解いたノードがね、ブロックを生成するっていうのは、ビットコインの考え方ですからね。ここに量子コンピューター来たら、それは破られるってことになりますよね。スーパーコンピューターの15億倍だったらね、まあ、話にならんですからね。はい、量子コンピューターの台頭はデジタル社会が新たな段階に入ることを意味しているというね。はい、ということですよ。はあ、どうなるんでしょうか。量子コンピューター、量子計算ですね。まあ遅くはないかもしれませんけど、日本もね、こういうところついていかなきゃダメだよな。すごいよ。なんか飛行機のエンジンみたいなのをいじってるけど、これが量子コンピューターなんでしょうね、多分この写真がね。まあ、スーパーコンピューターの、ね、イメージ様子とはだいぶ違うよね。なんか基板がダーッと並んでるのがスーパーコンピューターのイメージですけど、なんかこれ、ね、飛行機の、ね、エンジンいじってるみたいな感じだもんな。似てくれもだいぶ違うよね。はい、これが量子コンピューターだそうでございます。研究室ごと買ったって言うんだからな。はい。